さあいらっしゃい、ベアトリーチェ。あなたにその名を譲ったことが私の生涯でただ一度の後悔です。その過ちを今自らの手で修正しましょう。そりゃあ違うぜ、お師匠様。わらわのただ一度の過ちは、この程度の力を学ぶのに、あんたに弟子入りしちまったことだぜ。なんだ魔法だ。何が無限の魔女だ。こんなの、気づくだけの力じゃねえかよ。それをもったいぶって偉そうによ。お前の出番は、とっくに終わってんだよ、お師匠様よ。からねえ、一体目の前で何が起こってんだ。かわいそう、私の弟子が迷惑をかけています。謝ります。あんた何者なんだ。熊沢のばあちゃんだ。どうしてこんな姉ちゃんに化けるんだ。つうかあんた誰だよ。わけがわからねえ。これは何の特撮なんだ。俺は頭がどうにかなっちまいそうだ。私はあの子の魔女の師匠です。かつての名はベアトリーチェ。あの子が私を継ぐときにその名を送ったため、今は名を持ちません。あんたがすでに言い切っちまってるが、俺はあんたの弟子のせいで大いに迷惑しているぜ。頼むから責任取って何とかしてくれ。じゃなくて、俺はこんなの信じねえぞ。魔女も魔法もあるもんか。こんなめちゃくちゃバトル、俺は認めねえぞ。腐ったれ、俺は何を信じりゃいいんだ。あなたらしい、とても短気なもてなしですね。さすがお師匠様。この程度じゃバカバカしくてまぶたを開く気にもならないらしい。島ごとぶっ壊す気でなきゃ無理らしいぜ。さあさあおいでなさい、双剣の戦闘。化ければ買わせるとか思うなよ。双子島の弾幕密度じゃあんた虫ピンの昆虫標本どころかめった刺しの針刺し人形だぜ。それであなたの手番は終了ですか。これが遺言かよ、ぶっぱなせ。さあさあおいでなさい。
墜落せし党よ、一なる言語を恥ぜ、その罪を知らしめよ。いちいちやることがでけえや。私の手番は終わりませんよ。さあさあおいでなさい、イヴァルディの息子たち。我にふさわしき槍を与えたまえ。無用の双子党ですね。自ら左右の退路を断つとは愚かし、一本の槍をもお前は防げない。こんなところでグングニルが弾けるとは、やっぱりお師匠様はすげえなー。ハゼロ、役立たずの塔、いでよ。巨人兵の戦列よ、その盾と胸で神なる槍を防ぎきれ。愚かな、神聖への敬いを忘れた魔女の哀れなことです。神の槍を巨人ごときで防げるとお思いですか。道理ですね。人間の金属でいくら武装しようとも神の槍は防げません。マダムの見事なエポレットメイトです。そんな、ベアトリーチェ様。もちろん忘れませんとも、お師匠様。さあさあおいでなさい、ヘパイストスと弟子たち。我にふさわしき盾を与えたまえ。ありえない。真相を防いだ。いいえ、違います。神なる槍が避けたんです。絶対の槍と絶対の盾は争ってはいけないのが神々の掟。それはつまり防いだのと同じことですがね。このような荒ごとばかり腕を上げましたね。むしろお師匠様はこういうお遊びが相変わらず苦手なようで。わらわからのお返しだ。
法典にのっとり、槍には槍でお返ししましょうぞ。これでお遊戯の時間はおしまいですよ、ベアトリーチ。このわらわが側面を許しただと。おいでなさい、ドベルグの兄弟たち。我に巨人を砕きし天の鉄槌を与えたまえ。巨人兵ども、わらわを守れ。何をしているか、ノロマども。バックランクメイト、安らかに眠りなさい。くしょベアトリーチ。
リーチェ様。うん、さすが恐ろしいお方です。さあ、いらっしゃい、ベアトリーチェ。あなたにその名を譲ったことが、私の生涯でただ一度の後悔です。その過ちを、今、自らの手で修正しましょう。そりゃあ違うぜ、お嬢様。わらわのただ一度の過ちは、この程度の力を学ぶのに、あんたに弟子入りしちまったことだぜ。なんだバカ、何が無限の魔女だ。こんなの気づくだけの力じゃねえかよ。それをもったいぶって偉そうによ。お前の出番はとっくに終わってんだよ、お嬢様よ。わからねえ。一体目の前で何が起こってんだ。かわいそう、私の弟子が迷惑をかけています。謝ります。あんた何者なんだ。熊沢のばあちゃんがどうしてこんな姉ちゃんに化けるんだ。つうかあんた誰だよ。わけがわからねえ。これは何の特撮なんだ。俺は頭がどうにかなっちまいそうだ。私はあの子の魔女の師匠です。かつての名はベアトリーチェ。あの子が私を継ぐときにその名を送ったため、今は名を持ちません。あんたがすでに言い切っちまってるが、俺はあんたの弟子のせいで大いに迷惑しているぜ。頼むから責任取って何とかしてくれ。じゃなくて俺はこんなの信じねえぞ。魔女も魔法もあるもんか。こんなめちゃくちゃバトル俺は認めねえぞ。腐ったれ、俺は何を信じりゃいいんだ。あなたらしい、とても短気なもてなしですね。さすがお師匠様。この程度じゃバカバカしくてまぶたを開く気にもならないらしい。島ごとぶっ壊す気でなきゃ無理らしいぜ。さあさあおいでなさい、双剣の戦闘。化ければ買わせるとか思うなよ。双子島の弾幕密度じゃあんた虫ピンの昆虫標本どころかめった刺しの針刺し人形だぜ。
それであなたの手番は終了ですか。それが遺言かよ。ぶっ放せ。さあさあおいでなさい。墜落せし党よ、一なる言語をはぜ、その罪を知らしめよ。さすがお塩様、いちいちやることがでけえや。私の手番は終わりませんよ。さあさあおいでなさい、イヴァルディの息子たち。我にふさわしき槍を与えたまえ。無用の双子党ですね。自ら左右の退路を断つとは愚かしい。一本の槍をもお前は防げない。こんなところでグングニルが弾けるとは。やっぱりお師匠様はすげえなー。ハゼロ、役立たずの塔、いでよ巨人兵の戦列よ。その盾と胸で神なる槍を防ぎきれ。愚かな、神聖への敬いを忘れた魔女の哀れなことです。神の槍を巨人ごときで防げるとお思いですか。道理ですね。人間の金属でいくら武装しようとも神の槍は防げません。マダムの見事なエポレットメイドです。そんな、ベアトリーチェ様。もちろん忘れませんとも、お師匠様。さあさあおいでなさい、ヘパイストスと弟子たち。我にふさわしき盾を与えたまえ。ありえない。真相を防いだ。いいえ、違います。神なる槍が避けたんです。絶対の槍と絶対の盾は争ってはいけないのが神々の掟。それはつまり防いだのと同じことですがね。このような荒事ばかり腕を上げましたね。むしろお師匠様はこういうお遊びが相変わらず苦手なようで。
わらわからのお返しだ。法典にのっとり、槍には槍でお返ししましょうぞ。これでお遊戯の時間はおしまいですよ、ベアトリーチ。このわらわが側面を許しただと？さあさあおいでなさい、ドベルグの兄弟たち。我に巨人を砕きし天の鉄槌を与えたまえ。巨人兵ども、わらわを守れ。何をしているか、ノロマども。バックランクメイト、安らかに眠りなさい。スマザードメイト、楽しかったですよ、ベアトリーチ。
トリーチェ様。うん、さすが恐ろしいお方です。